戦杖は、韓国政府統地下の河川。全羅北道の鎮安高原の八甲山から発現し、忍術盆地と樹昌盆地を経て、南原盆地を流れる立川と合流し、北上盆地を過ぎてから南霊山地から北流する北条港と、さらに合流し、旧冷盆地を流れて、京昌南道と全羅南道の境界を南下して、紅葉湾に流入している。流路延長は、 約2 1 2トル、流域面積は4897平方キロメートルに及び、南海に注ぐ河川としては、落東港に次ぐ規模である。仙津江流域は、津島海流とチェジュ海流、それに南西から移動してくる低気圧の風上にあたり、全国で最も降水量の多い地域である。 上流域の鎮安高原でも1 2 2 5ト、mm、ルの降水量を示すが、これは南西方向から移動してくる低気圧が産地の影響を受ける地形性降雨によるものである。東部の山地域においても1200から1 3 0 0、mm、トルで、雨量が多く下流域においては1 4 0 0、mm、トル以上の降水量があり、したがって比較的流量が豊富な河川となっている。 冷水半島と南海島によって囲まれた紅葉湾に流入するため、堆積物は沿岸流に流されることなく湾内に広く堆積している。堆積物は河口の前に並ぶ大野人島、金子島などの間を通り、湾の中央にある猫島まで広大な干潟たちを形成している。ありがとうございます。